皆さんこんにちは、オリオンこと上村のりおです。今日はですね、昨日ボイスラボの第11回の発表会が無事終わりまして、はい、でその感想みたいな話ができたらいいかなと思うんですけど、今回はもう初めて出るっていう人が半分弱いて、でちょっとみんな緊張したって、なんかこうちょっといつもよりもちょっと緊張しちゃった感じはありましたけど、でもやっぱりこう自分の歌歌えてはるなという感じだって、今回はその今回発表会には出へんけど、昔から来てくれてる生徒さんが司会を手伝ってくださって、で終わってからなんかやっぱ違いますねって言ってくれはって、なんかそのまあ、ライブハウスではないけど、ライブハウスみたいなところで聴いてると、なんかまあもう聴きたくないなっていうふうに思うこともあるんですよね。台湾とかでこう5バンドとかで出たら、なんか別に下手とか上手いなとかじゃなくて、なんかこう適当にやられたりとかしたりするとなんか向かってきたりするというか、もうちょっとうるさいと思っちゃうみたいな、でそういうのがやっぱ一人も言えへんかったって言うたって、なんか聴きたくなるって、で全員がプロみたいなうまさではないんやけど、そのなんか聴いててなんかもっと聴きたいなって思うって言ってくれはって、すごい嬉しかったんですけどね。で僕はピアノがね、毎回こう箱で違うじゃないですか、そうするとそのピアノに慣れないんですよね。そうするとこうそのスタジオでやってるのは毎回同じキーボードでやってるから、それでどのくらい押したらどんな音が出るって分かりますよ。だからこうそれで弾きやすいんやけど、新しい違う楽器に触るとどのくらいっていうのがちょっとビビってしまうんですよ。いけへんくなっちゃうというか、それでこう僕自身もやっぱちょっと普段よりは半分ぐらいのピアノになっちゃって、ちょっと残念やったんですけど、そう、でもまあできるだけその場でこう生徒さんに寄り添いたいし楽しみたいしと思って弾いてて、まあそれはできたかなと、思います、そうなんですよ。割と皆さん緊張されてて、で僕もめっちゃ緊張してたんですよ。あとまあ自分の歌はなんか一曲デュエットでホールニューワールドだったんですよ、生徒さんと生徒さんがリクエストして、でもうその仕事ではよく歌う歌やから、でも久しく仕事してへんから、ちょっと久しぶりやなと思って歌ったらやっぱ気持ちよかった、まあ、あの曲結構一番自分の声が生えやすい曲やと思うんですよ。で昔は仕事やしこうその安定したあれでいくから、まあ、全音ぐらい下げて歌ってたんですけど、で今回はその昔のピーポー・ブライソンとセリン・ディオンっていう人がやってる、セリン・ディオンじゃないか、あれ誰がやってるのか、ザ・レジナ・ベルか、まあそういうピーポー・ブライソンっていう人とレジナ・ベルっていう人が歌ってるバージョンがオリジナルのバージョンなんやけど、ちょっと名前は分からへんけど、すごいイケメンと綺麗な女の人が歌ってる新しいバージョンがあるんですよ、でそっちの方でやるって言って、ちょっとアラブの音階みたいな、みたいなこんなのが入るやつがあるんですよ。で歌はまあ普通なんですけど、でそっちのバージョンでやりたいって言われたから、それがまあ半音してあったし、まだやりやすかったですけどね。昔だって半音してでもちょっときついって思ってたから、だいぶやっぱ出しやすくなってるなと思いましたね。まあ、自分の、まあ、終わってから最後歌ったんですけど、まあ、それもちょっと練習不足感が若干あって、なんかもうちょっと集中できてないなとは思ったんですけど、まあ、仕事で歌う歌ってやっぱこうやっぱ体が覚えてんやなと思った。もうめっちゃ歌ってるから、もうパッてそれになんねんか声が、反復してトレーニングしていくってすごいね、やっぱり。
かなあかんなっていうのはすごく思いました、今回はね。でまあその生徒さんとかもまあやっぱみんな緊張して離れがあれやったから、もっともっと出せるのにって思ってすごいあのクソって思いながらピアノ弾いたんですけど、うん、それはやっぱり場数踏んでいったらそれも出てきはるかなと思うし、そんな感じですかね。でもすごいみんななんか歌に結構まっすぐやなって思いました。あとなんかその MC で、なんか三村先生のなんかおかげでとかなんか何人かに言ってもらってなんかちょっと恥ずかしくて、なんかでもちょっと泣きそうになったみたいなあもうやんどいて泣いちゃうとかそうなんですよ。結構いろんな人が言ってくれて嬉しいなって思いましたけどね。一番古い方は10年来てくれてはって、やっぱ第1回の発表会から多分出てるんですよ。まあすごいなと思って、そうなんです、そんな感じでした。まあね、またそのそうあと PA さんがねこうみんな声がバラバラやん、でどれに合わせて毎回こう微調節しなあかんからすごいやっぱむずいと思うんですよね。それでこうそのもうちょっといろいろサウンドチェックとかしっかりできたらよかったかなっていうのはちょっと思ったかなと思うんですけどね。でもサウンドチェックしちゃうとその人が本番みたいになっちゃうやんか、チラッと歌うから、もう見せちゃうことになるやん。だそれやとこう発表会の意味ないなって思うから、あんまりこうできないんですよ。それであれなんですけど、でももうちょっとなんか前もってちょっと声のバランスとかもうちょっとちゃんと見た方がいいかなっていうのはちょっと思いましたけど。まあそんなんも次に生かしつつ、まあ次ね天気の音楽会を次やると思うんで、でそれの次にまた発表会してって形になるのかなと思ってるんですけど、そんな感じで頑張っていきたいと思います。はい、はい、ではまた今後もいろいろと頑張っていきますのでどうぞよろしくお願いします。はい、ではオリオンこと上村のりおとその奥さんでした。バイバイ。